会合では金融政策の継続について木内委員から日銀の通貨供給量と長期国債の買い入れ額を現在の80兆円から45兆円にそれぞれ減額するよう提案がありましたが、反対多数で否決されました。日銀は2年程度で 2% の物価上昇目標を掲げていますが、物価の現状については前回の 0% 台前半という表現を 0% 程度へと下方修正しました。物価の予想上昇率は長い目で見れば全体として上昇していると据え置いています。